3月発売の新シリーズほぼすべて読んだポイカの面白かったランキングトップ5ということで、今回は毎月やってる新作ランキングの3月編をお届けしたいと思います。3月発売の新作で僕が読んだのは26冊でございました。このランキングは少年向けの文庫のみなんですが、引き続き特定媒体でしか発売してないみたいな作品を除いたら全て読みましたね。その中から特に僕に刺さったトップ5を発表していこうと思います。3月の新刊はとてつもないのが何作もありましたね。ぜひ最後まで見ていってください。一応言っときますが、完全な僕の独断ランキングですのでご注意ください。前置きが長くなりましたが、早速いきましょう。まずは第5位からですね。第5位はこちら、純情ギャルと不器用マッチョの恋はじれったいでございます。ガガガ文庫より3月18日に発売した本作。タイトルのインパクトがありますけども、中身もしっかり良かったです。筋トレをこよなく愛す学校一のマッチョ須田と、 SNS フォロワー50万人超えの大人気インフルエンサーギャル犬浦、この2人はキャラは濃いけどもびっくりするほど奥手で、互いのことが気になってるのに一歩も進めない、いわゆる両肩重い状態なんですよね。そんな中、犬浦にモデルの依頼が来るんですよ。これをチャンスと捉えた須田が、体を絞るサポートをするべくパーソナルトレーナーに立候補するところから始まります。尊かったですね。トレーニングが絡んでるだけで、本筋のじれったい青春ラブコメは王道な素晴らしさを味わいました。二人の性格ははっきり言って真反対なんですが、根っこの臆病な部分は似てて、なかなか踏み込めないじれったさがいい。自分が相手の正反対である自覚があるから、こんなやつに好かれてもって思って踏み込めないんですよね。それを表すように、会話では出せてない気持ちを字の文で書き殴ってるんですよ。字の文がもはやメインのような読み応えでしたね。そんなところから筋肉を通じて日々努力する大変さや大切さ、そして同じ目標を乗り越えた時の一気に距離が近づく感じ、そして好きになるのも納得するぐらいお互い尊敬できる部分がめちゃくちゃあるんですよね。そこをちゃんと見せてくれたので、読んでて恋路を応援せざるを得ない素晴らしいキャラクターでした。筋肉と思いがパンパンに膨らむジレジレ青春ラブコメディ、ぜひ読んでみてください。続いて第4位はこちら、リピートバイスでございます。 HJ 文庫より3月1日に発売した本作。設定はベタなんですけど、全体的に丁寧でめちゃくちゃ良かったですね。舞台は人気 RPG が具現化した異世界、そこで雑魚悪役として惨殺される記憶を叩き込まれた傲慢貴族のローファスが、破滅エンドを避けるべくいろんなことをする破滅回避系ストーリー。面白いのが、傲慢なのは決して直さないんですよね。俺は貴族なんだから傲慢なのは当然だと。惨殺される記憶を叩き込まれてもなお平民を見下しながら動くんですけど、それがなぜかいい感じに称賛されるっていう展開がベタに面白かったですね。ローファスも平民もお互い嫌い合ってるんですけど、マゲイという共通の敵を通じてだんだん距離が近づいていく様子はやっぱいいですね。あと、このマゲイとの戦闘シーンがめちゃくちゃ熱くて爽快なんですよね。ローファスが中二病臭いんですが、それが板につくぐらいかっこいいです。会話のやり取りとかバトルシーンとか、他作品だとコンパクトにまとめて終わらすシーンを一巻丸々使って丁寧に描いてるので、読み終わった時にすごいいいもの読んだ時の心地よさがありましたね。ローファスは自分が惨殺される記憶を見たので、誰が敵なのかも分かってるんですよ。なので2巻以降はそいつらとの出会いやゲームのシナリオが変化したことで体験した記憶には出てこなかった魔物や人物が出てきて、物語がどうなっていくのかめちゃくちゃ気になります。こちら気になった方はぜひ読んでみてください。続いて第3位ですね。ここからの3作品は新作レビューで最高評価をつけた抜けて面白かった作品です。第3位はこちら、君と笑顔が見たいだけです。ファンタジア文庫より3月19日に発売した本作。フライ先生のイラストがまず目を引くとは思うんですが、ストーリーもお笑いと青春という異色の組み合わせが見事にマッチしてて本当に面白かったです。とある女の子を笑わせるために頑張る高校生春彦と、美人だけど気功を繰り返す先輩中屋敷さんが漫才コンビを結成すると。しかし周りはただのごっこ遊びだろうとバカにするんですよね。そんな本気を笑う奴らを本気で笑わせろという激アツお笑い青春ストーリー。お笑いってテンポとか
言い方、間が何より大事なので、とにかく小説とか漫画とかと相性が最悪なんですよね。なのでそっちを期待せずラブコメの方を楽しむのかなと思ったら、もはやラブコメの部分がいらないぐらいお笑いストーリーが面白すぎましたね。熱すぎて、お笑いというスポーツを題材にしたスポコンラノベです。これはもう人が笑うには大前提として、その人となりを知ってることが必要なんですよね。身内とか友達がボケたらくだらないことでも笑うじゃないですか。でも全く知らない人が同じボケしても惹かれるだけなんですよね。前者が学校で生きってる身内受けタイプで、お笑いは名前も知らない人を笑わす後者のタイプなんですよ。人を笑わすという意味では2つとも似てるかもしれないんですが、難易度が全く違う。その他人を笑わす難しさや漫才の奥深さを学んでいき、気持ちが折れながらもコンビとして支え合って前に進んでいく様子はテンション上がるに決まってますよ。僕はね、こんな感じでお笑い好きなんでどっぷりハマって読んでしまいましたが、お笑いを全然知らない人も楽しめる構成になってます。エンディングに関わることなので詳しくは言えませんが、終わりのない芸事らしく完璧じゃないところを描いたのが完璧だったなと思います。こちらぜひお手に取ってみてください。続いて第2位はこちら、プラントピアでございます。電撃文庫より3月8日に発売した本作。こちらはまふまふさんの楽曲失楽園をモデルに書いたラノベなんですけど、マジで面白かったっすね。プラントピアは単体で動画出してまして、僕基準ですけど結構バズったんで、よければ見てみてください。この動画では簡潔に紹介します。今よりずっと未来の植物が生態系の頂点として君臨してる世界、そこで非常に人に似てるけども人じゃなくて、人に似た姿で花の特性を持つ花人という生き物が独自のコミュニティを築いてるんですよね。そんな中、世界唯一の人間として記憶がない状態で目を覚ました主人公ハルが花人たちと交流を深めていくんですが、というディストピアストーリー。遠い未来の世界で出会った人の少女と花の少女の物語なんですけど、何もかもがめちゃくちゃ良かった。一番良かったのはやっぱ世界観の緻密さ。ディストピア系のストーリーは大体そうなんですけど、本当に事細かく作られてて読み応えがありますよね。途中マジでギルティクラウンかよみたいなとこもあったんですけど、そんぐらい物語の構成がもうすごくて、マジでワンクールアニメ見た時と似たような満足度がありました。ページ数はね多いんですけど、伝えたいことやストーリーの軸がどの章においてもブレてないので、読みやすいし心に来るんですよね。キャラクターもね魅力満載ですし、本来混ざるはずのない花と人が混ざった花人が頂点に君臨してるこの世界が歩んできた道のりとは、ということで皆さんの目でお確かめください。さあ、そして3月の新作ほぼ全て読んだポピカの面白かった第1位はこちら、神様のいるこの世界で獣は人の夢を見るでございます。講談社ラノベ文庫より2月28日に発売した本作。くくりはね3月の新刊です。第8回講談社ラノベチャレンジカップで佳作を受賞した作品なんですけど、なんで佳作なのか未だにわからない。トップバッターだったんですかね、この評価のされ方は。表紙からすでにね雰囲気が出てると思いますけども、一言で言えば映画です。そんぐらい重たくてしんどいけども重厚なストーリーを読むことができました。罪を犯した者は神によって体の一部が異形化されてしまう世界で、生まれながらにして体の一部が異形化しているヨシュアという男が主人公のダークファンタジー。簡単に言うと革命の話なんですよ。悪いことをするとその罪の重さによって異形化していき、次第に人間ではなくなっていくと。異形化によって過去に行った罪の量が目視できてしまうんですよね。なのでお許しをもらうために神様に無償で奉仕をし続けるというイカれた王国を革命していくと。目に見える罪を目に見えない神にすがりついて許してもらおうっていうのがもう気持ち悪いですよね。僕がね神様をあんま信じてないタイプなので、より不気味に感じましたね。そんな国なので異形化した人間はもう人間として扱われず獣として処理されるんですよ。そんな国で生まれつき異形化した状態で生きてきたヨシュアの人生が狂わないはずがないと。この世界の真実が明かされたところからもう壮絶すぎるストーリーでした。革命を行った先が決して綺麗で幸せになるとは限らないっていう描き方が非常にリアルでしたね。神に祈り続けるのもそうですけど、自分の信じ続けたものが崩れた時の人間の脆さとか醜さがめちゃくちゃ描かれてて、最初にも言いましたが映画を見たような感覚になりました。罪と苦痛と欺瞞がはびこる世界で起こる人々の壮絶な戦いをまだ読んだことない方はぜひ読んでみてください。というわけで3月発売の新シリーズほぼ全て読んだポイカの面白かったトップ5でございました。いやー、今月も面白
白いのはたくさんありましたけども、1、2、3位が良すぎた。神様のいる世界では単体で動画出さないとおかしいぐらいの作品だったんですけど、この時期ねまだ旅行中だったんで動画は出してません。でもチャンネルコミュニティで感想を綴ってるので、僕が大絶賛してたのを知ってる方もいらっしゃるかなと思います。今月はね他の月に比べてとにかくいろんなジャンルが発売しまして面白かったですね。ちなみにランキング6位から10位がこちらでした。6位の真の実力と8位の平民出身の帝国召喚、9位の男爵無双は全部かなり王道ストーリーなんですけど、雑さがなくてしっかり面白いんで、ラノベ好きならまあ大抵は楽しめるんじゃないかなと思ってます。10位の闇落ち配信はね今流行ってるダンジョン配信ものなんですけど、僕はこのジャンルの中では一番好きでした。そして一癖も二癖もあるけど僕は好きだったのは7位のナンパモブ、こちらの作品たちもぜひ読んでみてください。ランキング1位から10位まで全て概要欄に購入リンクを貼っとくので、気になったやつはぜひそちらから購入してみてください。そしてねランキングに入ってないやつとかもねチャンネルコミュニティに感想が上がっておりますので、まだそっち見てない方もぜひ見てみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。3月ももう終わって4月になりましたが、このチャンネルをねよろしくお願いいたします。よければね別の動画も見ていってください。さよなら。